さあ若新さんテーマの発表お願いいたします。小学生と YouTuber。 YouTuber のプロダクションウームがトップクラスの YouTuber と一緒に動画を作る親子向けの特別講座を開催し話題になっています。六本木ヒルズで開かれた講座には親子10組が参加。講師として再生回数が39億回に達する人気 YouTuber のヒカキンさんが登場し、子どもたちと動画制作に取り組みました。大阪府のある小学校が調査した小学校4年生男子の将来の夢では、1位がサッカー選手、2位医師と続き、なんと3位に YouTuber がランクインするなど、子どもたちの間で職業として定着している模様です。この4人が集まったらなんかいいチームになりそうですね。そうですね。サッカー選手もいるし、YouTuberもいるしみたいな。まあね、これに関してはランキングが発表された時から結構賛否両論あって、よく言う、ね、例に出てきますもんね。ね、YouTuberっていう仕事がそもそもどうなんだとかね、それは本当に職業としてとか言うじゃないですか。でも一つは職業としてどうなのかって話で言うと、1位サッカー選手ってなってましたけど、そもそもサッカー選手ってなんだって話ですけど、うん、冷静に考えたんですよ。いやサッカーって球蹴ってネットに入れてるだけなんで、そうですよ。だって球蹴ってサッカーに入れてるだけで、元々はヨーロッパの貴族の暇つぶしの遊びだったわけだから、ね、ただそれが遊びっていうところからすごく発展していって、まあ、これが一つのプロ競技として認められ、まあ、職業に発展したと。必ずしもなんかその職業として認められるものが、なんか全ての人になんかこう社会に還元される何かがあるかとか、生産されるものがあるかって、それは別に何とでも作っていけるもんだし、職業のその価値云々っていうのはまあそんなものだと僕は思ってるんですよ。なるほど。だから実は別にサッカー選手と YouTube を比べてどっちの方がレベル高い低いの関係なくて、あの別にサッカーが球蹴ってネットに入れるだけだからレベルが低いって言ってるんではなくて、まあ別にプロ競技とか職業ってのはそうやって作り出されるものだとそもそも思うんですね。まあね、まあ一応フォローしておくと、ここにはもういろんな哲学だったりさまざまな意味が込められて、今は結論を一足飛びに言っただけです。のユーチューバーの人たちにもそこはすごく哲学が生まれつつあると思うんですよ。ところがどこが違うかっていうと、サッカーもそうなんですけど、ユーチューバーがやっぱり小学生身近になったのは、やっぱテレビの向こうの世界っていうのが遠かったのが、なんかこうそうじゃない人も自分でこうプロダクション通さなくても部屋から放送できるとかっていう、急激に身近になったと。でもサッカーも小学生にとってみては休み時間にできるすげえ身近なものなんで、実はユーチューバーっていう職業も身近じゃないですか。でも意味合いはね、非常に一緒なんですよね。だから例えば本当に経済的にね恵まれてない地域の子たちがもうボール1個あれば自分たちの夢を叶えられるっていうのと、家にパソコンがあれば自分の発信ができるっていう、そうなんですけど、じゃあそこでただ YouTuber に関してはそれでじゃあなんか家にいても携帯で配信できるから勉強しなくていいよって子供が増えたとかって親が困ってるってニュースがあったんですけど、サッカーではそんな風にならないじゃないですか。休み時間にサッカーしてて球が1個あれば俺は稼げるから勉強しないとはならないですよね。でここで考えたのが、僕は別に YouTuber とか YouTube って新しい文化を否定することは良くないと思うんですよ。そもそもこういうもんだから、球蹴るとこから文明は生まれてるから。じゃあプロサッカーを目指すことと YouTuber を目指すことの決定的な違いが何かっていうと、YouTuber が身近だっていうのとサッカーが身近だっていうの違いは、サッカーの場合はですね、段階があるんですよ。いくら身近であっても身近だからこそ、まずはまあ、学校でも授業中にやるし、で授業中にサッカー入れなくてゴール入れなくて悔しい思いをするところに始まり、地区予選があって地域大会があって、で初めて全国大会行ってステップを踏まなきゃいけなくて、大体みんな途中段階挫折するんですよね。で挫折っていうのは本当に休み時間友達に負けるところから始まり、すごいそのたくさんのステップがあって、本当に最後の最後まで上り詰めて優勝できれば、つまりそのいろんなこう壁を乗り越えていって難関をクリアしていって、その中で人間的成長を果たすなり、その中で哲学が深まっていくと思うんですよ。そして初めてごく一部の人がプロになれると。YouTuber も実は身近なように見えますけど、稼げてるのはプロサッカー選手と同じぐらいの比率らしいですね。いやそうだよ、だってここでいろいろ始めてみるけども、やってみたもの全然再生回数伸びない、でこの辺になるとすごい大炎上するとか、すごい傷ついたとか、でこの辺でなんかどっかのプロダクション
クションの方から声かけられて、うん、テレビにも出るようになった。で、うん、ようやくこうトップ YouTuber。 で本当はそうじゃないですか、大変道のりが。だからサッカーの場合身近だけど、サッカー選手っていうのを安易に夢にして勉強しなくならない理由は、細かいところで挫折するから、あ、いつまでもサッカー選手って言っててもダメだなと思って勉強したり別のことを目指したりするんですけど、うん、今回の YouTuber の話は職業としては別に僕は実はサッカーに対して変わらないと思ってるんだけど、今回のニュースの問題点はいきなりトップ選手がやってきて、いきなりトップ YouTuber がこうなれるんだよ、君でもなれるんだよっていうのは飛躍しすぎてると思うんですよ。サッカーに対して何気なくサッカーやってる小学生にいきなり中田とかそういう人たちがやってきて、君もボール1個あればプロになれるからとは言わないじゃないですか、うん、とんでもない苦難があって、中田なんか当然多分中高生の頃とかもう天才とか言われて誰も勝てない、まあ、プロサッカー選手みんなそうだったと思うんですよね。少なくともそういうステップがあるっていうことを知った上で、うんうん、みんなその中で深めていったり諦めたり別のことを目指したりって思ってるので、新しい職業が生まれるってことは素晴らしいと思うし、価値観の転換が起きて身近になっていくとは思うんですけど、大事なのはだからといって否定するわけでもなく、でも急になれるということもおかしいと思うので、はい、小さな挫折が段階的にあるんだよってことを、ね、親の大人が伝えるべきで、何が言いたいかっていうと、うん、学校で例えば夏休みの宿題の中に動画を作ってくるっていうようなことを入れてみるとか、地域自治体が動画コンテスト配信コンテスト、それやると、ああ、これって難しいんだなとか、例えばいろんな人からコメントで批判が来たりするので、あ、これに耐えるのは僕は辛いなとかっていう、そういうところを通して本当にごく一部のスタープレイヤーが生まれていけばいいと思ってるので、まあそういうふうにこう新しい職業っていうのは見ていく必要なんじゃないかなと。素晴らしい。ちなみに今日夕方7時前からコモン恵比寿、恵比寿ガーデンプレイス内で僕が講師をやる動画の講座が無料であります。ぜひ挫折させてください。ぜひご参加を。はい、本日オピニオンクロスは以上とさせていただきます。